はい、シマウマです。今日はここ横浜横須賀道路、通称横横道路ですね、からお送りいたします。まあ神奈川県のツーリングスポットといえば、まあ伊豆箱根、がねやっぱりあるんですけど、三浦半島もですねなかなかいいところがありまして、はい、とりあえず今そっちの方に向かってます。城ヶ島公園現在地ここね、しばらくこれちょっと歩いてみますか。ジンバルないんであれですけど、はい、城ヶ島いかがだったでしょうか。猫ちゃんが気持ちよさそうだね。よいしょ。綺麗。三浦半島もいいとこでしょ。ね。うん、綺麗だ。SL の動画あるじゃないですかあれアップし終わってね、なんか
付き症候群なんかねやりきった感なんですよね。いやほんとほんとやりきった感。まあバイクに乗るのは全然飽きてないんですけど、編集意欲がね、おおいいないいな。まあ神奈川県もこんなとこあるんですよね。いやまあメイキングもね、あれメイキングというかメイキングっぽいこう総集編っていうのかな、そういうのもねちょっと今やり始めてはいるんですけど、結構いっぱい回したので、あのカットしてない SL の動画、とかもあるので、そういうのをねこうちょっと手短にまとめて総集編みたいな形で、はい、アップはしようと思ってますんで、まあよろしければね、はい、見てみてください。なのでねもうやりきっちゃった感、おお長崎に負けてないんじゃないさあさあそろそろどっかでエンディングを開けたところで撮りますか。お、ここいいじゃん、よいしょ。はい、今日は午後から城ヶ島にね来てみましたという動画でした。綺麗な海のね景色お楽しみいただけましたでしょうか。チャンネル登録ねグッドボタンしていただけるとめっちゃ嬉しいです。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。さよなら。